こそ最強の力。貴様らごときには到底届かぬ神の力だ。神の力か。そんじゃあいつに教えてやらねえとな。その神の力より強え忍びの力ってやつをよ。ああ。奴の攻撃はスサノオである程度防ぐ。お前は攻めることだけを考えろ。あっ、神より勝ったことは我にも勝てると思っているのか。カグヤの奴、我を恐れていた小さき者に過ぎる。我こそが強者。我の上に立つ者は誰もいない。攻撃はそれだけ。行くぞ。それほど言うのならば行動で示してもらおう。もっとも俺たちから見ればお前はかぐや以下の小さきものだがな。貴様
こだ。師匠を信じろ。お前は本当は強い忍びだ。俺はナルトに負けたが、お前はあいつに勝る男になれる。普通の螺旋岩じゃない。いきなり性質変化の加わった消える螺旋岩だ。だから何だというのだ。先ほどの幼稚な仕掛けはもう分かった。もはや我には通じぬ。しかし最後の望みをその小僧に任せると。かくも愚かなものか。見よ小僧の腕を。震えているではないか。そんな腕で我と対峙するというのか。そりゃこんな戦い初めてだし、正直怖え。体も震えちまうってばさ。けど父ちゃんたちはそんな経験をいっぱい積んで、そんですっげえ強え忍びになった。だったら次は俺の番だろ。俺は忍びだ。この葉隠れの渦巻きボルトだ。もう忍びであることを俺は曲げねえ。我に向けて抗弁垂れるなど全然早いわ。勝つ。貴様らすぐにひねりつぶしてくれる。俺はお前に勝つ。それみんなと一緒に戻るんだ。父ちゃんとおっちゃんのおかげで奴はボロボロ。このチャンスを逃した。ガキごとき我の前に立つな。はぁ
のオーディションの一番でした。敵、絶対ガンダ一番様にくれてやる。加藤生物だ。これが覚悟しかし行けるな。ボルト。ここまでするのにどれだけの。気がしねえ。今度の勝負は俺の勝ちだな。ん？忍びの本質は変わらない。お前のガキだとしてもな。ボルト。そうだよな。俺は四代目の時とは違う。今ここにいるほかげだ。だからこそお前の成長を見守っていける。これからもずっとな。